オフィスシオン FM しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは全国の葬儀の特色。日本全国の葬儀の風習を知ることは大変に難しいものです。同じ県でも15分と違わない地域で異なったしきたりを行っているところがあることも珍しくない現状です。ちなみに葬儀後に火葬する県が28県、火葬してから葬儀を行う県が東北地方を中心とした10県、そして同じ県でもこの両者が共存している県が8県あります。今回は全国の葬儀の風習をご紹介してまいります。新潟県。新潟では浄土真宗の檀家が多く、葬儀・通夜は自宅で行う場合が多いです。新潟市では会館での葬儀が多いです。通夜は午後7時ごろ始まり、通夜の後には僧侶による法話があります。翌日の葬儀が終わると棺に釘打ちをして出棺となります。新潟市内では旧来の習慣が失われていますが、農村部では野道具を持って延べの送りを行う地域が残されています。火葬場では度胸、焼香の後、骨上げ。骨壺は使わず、骨箱を用います。遺骨は祭壇に安置し、自宅で初七日法要を営みます。香典返しは、葬儀後2週間前後に行います。富山県。富山市では、通夜には鹿花を用意し、祭壇に飾ります。翌日葬儀が行われますが、高岡市では出棺の際に棺を白の晒しに巻いて霊柩車に運ぶ習慣があります。また、かつては前の綱といって棺につないだ白の晒し布を遺族の人たちが手に取って行列していく習慣がありましたが、現在では葬儀の前に白い布を手に取ることで代用しています。火葬の後の骨上げでは、高岡市では総骨上げが行われるので、骨壺も大きなものが用意されます。帰宅すると、遺骨を中院壇に安置し、初七日を行います。香典返しは、富山市では当日返しです。石川県。金沢市内では、通夜は自宅で行いますが、近くの寺院で行うことも多いです。北陸では、喪主が白の装束を着る習慣があります。翌日の葬儀の後、火葬。分骨した遺骨を当日、菩提寺に納める地域もあります。金沢市では、香典返しはその場返しです。福井県。福井市では、通夜・葬儀会場は寺院で行われることが多いです。納棺には、男性にはカミソリ、女性にはハサミを入れるという習慣があります。福井県嶺南地方では、禅宗の寺院が多く、葬儀は自宅で古くからの伝統的な習慣を守って行っています。出棺時には、玄関先で送り火を焚いたり、茶碗を割ったりします。また、喪主は白の紙下を着ています。火葬場には、遺灰、遺影のほか、鹿を持参します。自宅に帰ってから塩で清め、初七日までの法要を行います。福井市では、香典はその場返しが多いです。
本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。お寄せいただきました方には葬にまつわる体験談集時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。ご意見ご感想は住所氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスでは0742-248422、 おはがきでは郵便番号 630-8334 奈良市西野信也町43奈良 .fm オフィスシオンの係まで。またお問い合わせは0742-248415 奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。